オーボです。オーボランチャンネルへようこそ。日本で購入した S4、 このアシックス S4 を使って2、3回ぐらいね走りました。日本で走った時に感覚が私のすでに持っているメタスピードスカイプラスにすげえ似てるなという感覚だったんですけれども、日本にいたのでね直接比べることができませんでした。で、今回ですねハワイに帰ってきて、こちら私がすでに履いているメタスピードスカイプラスと S4 とこう実際に横に並べて比べてみようじゃないかと、そして走って今一度この違いというのをね比べてみようじゃないかと、私の予想ではねめちゃくちゃ似てるんですよ。で、このメタスピードスカイプラスなんですけれども、私は1回もまだフルマラソンでは走ったことがなくて、短いレース10キロから30キロまでのレースで走って、トータルで今200キロ以上走ってます。で、さらに言うとこの中敷きはね、このスペンコーの中敷きに書いてあります。これは私の足の病気モートン病を和らげようと思って、ちょっとでもね柔らかい中敷きにしたいなということでね改造してあるので、まあ、その辺はちょっとね違いはあるんですけれども、にしてもですね、この S4 とメタスピードスカイプラス改めてめちゃめちゃ似てるなって思いますね。まずはねアッパーの感じ、このアッパーのこの感じ、おそらくね全く一緒です。全く一緒ですね。薄さもこの締め付け、モーションラッパーって言いますね、このモーションラッパーのこの感じ全く同じです。これサイズ27センチですので、横に並べてみるとただの色違いなんじゃないかというような感じで、紐もね色違い、ただの色違い。そしてちょっと若干違ってくるのがこちらですね、このヒールカップ。逆の足にしてみようか。このヒールカップの高さが若干 S4 の方が高いかな。このかかとがねちょっともうちょっと高い位置でこう包み込んでくれるような感じ、これ履いていてもねそんな感じがあります。ただねこちら中敷きがすでに上がっているので、メタスピードスカイプラス、それもあって余計にこちらの S4 のこのかかとの包み込みがいいのかもしれません。まあ、ただ足の包み込みに関して言えばこのかかと以外は全く同じです。テーム側的なこの感じ、これもね一緒です。ただの色違いって感じ。アウトソール、これもね素材も全く同じです。ただ違いはかかとまで行ってるか行ってないか、それだけの違いっぽい感じですね。で、一番ね肝心な部分、このミッドソールですよね。このミッドソールの部分でどう違うのかと。このメタスピードスカイプラスの方はこのソールに足の裏により近いところにカーボンプレートが入っていて、エッジの方がどっちかっていうとこの S4 に近いんじゃないかなと。 S4 はねおそらくこの下に行っているので、カーボンの入り方でいくとメタスピードスエッジプラスの方が、まあ、似てるんじゃないかなと思うんですが、この見てください、この反り具合、このソールのこの感じ、これめっちゃ似てるんですね。てかほぼ同じぐらいの反り具合ですか。どうですかね、ほぼ一緒じゃないですかこれ。違いはですねやはりこのソールの部分ですよね。こちらのこの白い部分は FF、ブラストプラスですね。おそらくノバブラスト3で使われている素材とおそらく一緒だと思うんですけども、こっちは全部 FF ブラストターボですよね。なのでここがちょっと違って、 S4 の方がこのかかとのクッション性があって、ヒール着地、かかと着地でも対応してくれるということなんですけれども、この分厚さに関してはほぼ一緒か、ちょっとやっぱかかとは S4 の方が分厚いですかね。これからねちょっと10キロぐらい走りたいと思うんですけども、最初のまあ 4,5 キロはこっちのメタスピードスカイプラスで走って、で後半の 4,5 キロはこちらの S4 で走ってみて、まあ、感覚がどう違うのか
ちょっとね検証してみたいと思います。まあこれはねある程度履き慣れたメタスピードスカイプラス、スピード練習とかでもこれ使ってるので、まあちょっとねフルマラソンで走るのはねどうかなっていうちょっと自信がないんですけれども、このメタスピードスカイプラス、私はいつもこれ普段スピード練習でね履いてやってますので、まあ慣れたような感覚なんですけれども、やっぱりこのね FF ブラストターボ、こちらのこの弾力性のあるぐっと詰まったねフォームを踏みつけて反発をもらうというね、それが特徴的なシューズですね。だからこれは踏みつけて走るのでスピードを上げるときに威力を発揮する気がします。でこの点がね非常に S4 に似てるなと思ったんですね。でこれねいつも慣れてるシューズですので5キロもね走る必要ないです。これ2、3キロちょっとペース上げたりして、で感覚をもう一回確認して、でそこからもう S4 にすぐに履き替えちゃいます。それで比べてみたいと思います。とりあえずメタスピードスカイプラス、短いね速いレースなんかはすごい走りやすいですね。やっぱりだけ S4 にしてみようかな。うん、いやアッパーはねほぼ一緒だね。これはかなり似てるな。これねこうやって合わせてみると S4 は広いので安定性があるっていうふうに言っていましたが、これね比べると全く同じだと思います。この靴の幅に関して言えば全く一緒じゃないですかこれね。なので履いた感じもめちゃくちゃ似てます。このまま走れるんじゃないかっていうぐらい。ああ、かかとは かかともちょっとね走ってみないと分かんないね。こっちも履き替えてみよう。うい、よし、これでちょっと走ってみよう。今メタスピードスカイプラスを脱いで S4 に履き替えたこの感覚の違い、今味わっていますけれども、めちゃくちゃ一緒っていうか違いをね説明するのが難しいぐらい S4 この感覚っていうのはね、特にミッドフット着地の時に FF ブラストターボのこの敷き詰まったねフォームをギュッと踏んで反発に変えるっていうね、この感覚に関しては一緒です。ただ違うのがかかと着地ですかね。かかとで着地をした時に言われてみれば若干 S4 の方がかかと着地に向いて安定するかなといった感じなんですけれども、さっきもメタスピードスカイプラスでもかかと着地してみました、見てみたらそんなに感覚変わりませんし、もし何も知らずにどっちがどっちって言われたらわからないかもしれないです。重さがね違うんですね。メタスピードスカイプラスは、公式で言うと 206g で S4 だと 240g ですので、まあまあなね重さの違いはあるんですけれども、
重さの違いはね感じません。今サブ4ペースぐらい、キロ5分40秒ぐらいのペースで走ってますけれども、もっとねペース上げたくなります。このペースじゃもったいないというか、もっと上げても全然いけるだろうという感じで、このペースで行くんだったらノバブラスト3の方がいいですね。明らかに値段も低いですしね。なのでこれはねサブ4ペースキロ5分40じゃちょっとオーバースペックなんじゃないかなっていうようなね、そんな感じもありますね。メタスピードスカイプラスに慣れてる人はこの S4 で全然問題ないんじゃないかなと。だからメタスピードスカイプラスでねのが値段が高いので、それでなくても S4 でもね同じことやってくれるので、それでいいんじゃないかなっていうようなね感じもします。まあこの2つのシューズの使い分けって考えると、そんなに使い分けするほどの差はないのかなと、ほぼ同じシューズだと思っていただいていいんじゃないかなと、そういうような個人的な感覚ですね。S4 履いて4キロ走りました。もう一回ねメタスピードスカイプラスを履きたいと思うんですが、今度は片方だけメタスピードスカイプラスを履きたいと思います。ちょっとねこういう検証はねあんまり体に良くないのでやるべきじゃないと思うんですけどもね、どれだけ似てるのか、果たして左右で区別がつくものなのか、感覚的に違いが分かるのか、ちょっとやってみます。やっぱりこうやって履いてもね、同じシューズだって言われればわからないかもしれないな。中敷きが違うのでメタスピードスカイプラスの方がちょっとね柔らかく感じるんですけれども、逆にただこのミッドフットの反発に関して言えばやっぱりほぼ同じです。この左右の重さの違いも全然わからないんですが、かかと着地でやってみると、おお、かかと着地にしてみると違いがわかるかも。これ今かかとで意識的についてますけれども、かかとにするとやっぱりメタスピードスカイプラスかかと着地にはできていないので、なんかかかとのフォームは正直申し訳程度についているっていう感じで、ほぼかかと着地するなよっていうねデザインなんですけれども、こっちの S4 の方はやっぱりかかと着地用に設計されてるだけあって、しっかりとかかとを受け止めてくれますね。あ、これは違うわ、これ違うわ、なるほどね。いや、この違いはね左右違う別々のシューズを履くことによって分かった気がします。かかとに違いありですね、メタスピードスカイプラスと S4。 かかと着地をする人にとってはだいぶ違うかもしれないこれは。ただ私みたいにミッドフットで着地をするようなランナーにはあんまり正直違いがないかもしれない。なので例えばこうメタスピードスカイプラスをデザイン的に S4 にして、で中身はメタスピードスカイプラスなんだけど S4 って言って、はいこれ S4 ですと、これでレース入ってみてくださいと、サブ4できますと言ってレースして、ほんでサブ4できました、いやおめでとうございますと、いやありがとうございます S4 のおかげでサブ4ができました、さすが S4 って言った時に、いやこれ実はメタスピードスカイプラスなんですよ、っていうね、そんなようなドッキリがもしあるとしたらおそらく私は引っかかります。ただ逆はねどうかは分かりません。エリートランナーがこれメタスピードスカイプラスですって言って、で実は S4 でエリートランナーが履いた時に違いが分かるのか、多分分かるのかな、エリートの人は。ということで、まあ、私ぐらいの3時間を目指す、3時間10分を目指すようなランナーにとってはもしかしたら違いは分からない
ぐらいなのかもしれません。メタスピードスカイプラスと S4 をね、履き比べたことのある方、ぜひコメントください。どんな印象でしたか。そしてさらにね、メタスピードスカイプラスとメタスピードエッジプラス、そして S4、 この比較をしたことのある方、私エッジ持ってないのでちょっと教えてください。コメントお待ちしております。まあ、こんな感じで比較をしてみました。個人的な感覚なのでね、ご了承ください。それでは。